今日ちょっと仕事休みで今起きました。ちょっとコーヒー飲んで一服してたんですけど、今10時頃になっちゃったな。ちょっと寝坊したな。ちょっとなんかアルミ雑品くれるっていう人がいるんですよね。で、今から回収に行ってアルミ雑品をばらします。で、アルミ雑品ってアルミが安いんですよね。採算に合うのは時給いくらになるのかな。ちょっとそれを検証したいと思うので、とりあえず今からまずコンビニ行ってタバコとコーヒー買って回収に向かいます。コーヒー超冷えてます。めちゃくちゃうまそうだ。今から回収に向かいます。場所は結構近いです。よし、行きます。アルミだったんだよね。たこ焼きとか、ホットプレートとかですね。これ単純構造でもうばらけちゃってるのもあるんですけど、十字ビスでインパクトドライバーで簡単にばらせんですよね。よし、ちょっと今オークションの梱包やらないといけないので一旦ストップします。今だいたい10時半ですよね。よし、今からバラし入ります。10時半、11、12時は2時間、12時半までやってみるか。2時間でどれだけアルミ回収できるかチャレンジスタート。なんだい。
1キロ以上あるこれ。やば。鬼ばらし1時間30分で終わりました。でこれだとどうしようもないな、収集つかないので、まずプラスチックフレコンに入れちゃうか。なんか近所のスクラップ屋さんがプラスチックキロ70円で税込み70円で処分してくれるっていうので、ちょっと袋に詰めちゃいます。ごちゃごちゃながらこれで。ハイプラ6袋って言ったけど4袋しかなかったです。ちょっと少ないな量が。あとなんか陶器持ってくか、陶器くず、ついでなのでシュレンダーくずも持ってっちゃいますか。少しだけこういうやつこういうやつ、あと除湿器、除湿器も持ってくが1台これも除湿器ですね。もう一台持っていくか。あんまお土産ないな。まあこれっていっちゃうか。よし。鉄はいいな。柄だけ。測るか。17.8 だから15.8キロ、15.8キロ、13.9 だから11.9キロ、11.9キロ、13.3 だから11.3キロ。アルミ出ました。ぴったし39キログラムで160円と仮定すると6240円。おお、回収に30分、バラシに1時間30分。で、これで2時間。ハイプラの処分代は1000円。だから。鉄も出た。電線も出ただから。鉄と電線でハイプラ操作図にはなんねえか。6000円か。いいねえ。バラシ1時間30分で6000円ですよ。これめっちゃお金になりますよ。こういうスクラップはもう出ないな。アルミ雑品。おお。ちなみにシュレンダーくずは税抜き40円でした。お釣り来ました。お釣り1800
600円ぐらい移りきました。ハイプラド操作して、いやーいいですね。検証動画以上。